石付近の空中写真。画像中央付近を斜めに横切るのが第10席である。左側が上流側、右側が下流側である。第10席の上流側左岸より旧吉野川が北東方向へ分流している様子がわかる。1974年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。吉野川第10席は 徳島県の伊野郡上伊町大住神殿および、明細郡石井町愛畑大住にある関。吉野川を分流するために設けられている。大住関というが、大住は地名であって吉野川にある十番目の関というわけではない。また、川口関と表現されることもあるが、川口からは約十四キロメートル離れている。吉野川大住関の設置されている吉野川は、 江戸時代以前から、たびたび洪水などの水害を起こしてきており、それらを防ぐための治水事業として1752年に設置された。その詳しい経緯は、下で説明する。それまでの吉野川は、旧吉野川の経路を本流として流れていたが、治水事業によって、藍住町の南を流れ、徳島市川内町の南から、紀伊水道へと注ぐ。 現在の経路に改修されることとなった。1672年、八つ綱通りにより徳島城の防御を固めるため、吉野川と別宮川を接続する水道を改作する工事が行われた。その後の工事でこの水道が拡大し、別宮川が吉野川本川となったである。これまでの別宮川へと流れる河川を、吉野川に第十石地点から流れ込んでいた吉野川は、 旧吉野川に名称が改められ、今日に至っている。その結果、旧吉野川に流れる水量が減少し、水稲栽培に影響が出るようになったため、1752年に水位をかさ上げし、旧吉野川への流量を確保する席が、当時の大重村に作られた。大重席建設は、吉野川における、半生最大の土木工事であり、1736年に、 徳島藩が命じられた演習大井川お手伝い武神の際に習得した最新のノウハウが役立ったものと考えられる。その後も、新川の拡大により、何度かの継ぎ足しが行われ、現在の形に至る。現在も当時の姿の青い仕組みが残され、石としても有効に機能していると言われている。第10石には、約1キロメートル下流の徳島市に、 新たな稼働席を建設する計画があり、その是非をめぐって様々な運動が行われてきた。中でも2000年に行われた住民投票は広く注目を集めた。第10席の稼働石化問題は1982年の建設省四国地方建設局による吉野川水系工事実施基本計画に遡る。この計画で初めて洪水調節の観点から 中華阻害要因である第10席の改築の必要性に言及している。1997年、当時の遠藤久佐市水徳島県知事が可動石化がベストであると発言し、翌1998年には第10席審議委員会が可動石化が妥当という答申を発表した。これに対し可動石化に反対する住民団体が反発した。 可動石化を推進する意見としては、治水対策が主な理由であった。吉野川流域は、有志以来台風や、集中豪雨による水害が発生しており、徳島県内で雨が降らなくても、上流の高知県で豪雨が降れば、土砂水や、阿宝水と呼ばれる水害が発生する。150年に一度発生するような大水害でも、被害が出ないようにするためには、 固定石を撤去して稼働石を作り、上流で大雨が降った時には石を低くして流量を調整し、水がせき止められないようにすべきだということである。一方反対派の立場は環境問題と公共投資が大きな理由であった。稼働石を作ることで吉野川の環境を、特に下流域に広がる干潟に壊滅的な打撃を与えることが懸念された。また、 1000億円を超える公費が試算されており、県も市も財政難の中、巨額の事業費を要する公共事業を行うことになるとの批判も強かった。特にこの時期は、全国で公共事業に対する国民の疑念の声が上がるようになり、ダムや堰といった河川開発に対しては、マスコミも批判的な姿勢を強め、こうした反対運動の後押しになった。さらに、 公共事業をめぐる汚職事件の頻発も国民の事業に対する厳しい目を強める結果となった。1999年12月、第10席の稼働席化をめぐる住民投票条例が徳島市で可決された。投票率が50%に満たない時は開票を行わないという条件付きではあったが、翌年1月23日に投票が行われることとなった。 従来の決定通りに稼働石化を進めたい。推進派は投票危険を呼びかけ、稼働石に反対する市民団体や公共事業のあり方に対し、批判的な姿勢の反対派は、この投票へ移行こう、運動はその後の国政、地方選挙でも続けられている。こうして2000年1月23日、住民投票が実施された。 最終的に投票率は約55%に達し、開票が行われることになった。開票の結果、可動赤化に反対する票は91.6%に達した。この結果を受け、小池正勝徳島市長は、可動赤化に反対の姿勢に転じ、2000年8月、当時の政権与党であった自民党、公明党、保守党は政府に対し、 可動石化の白紙撤回を含む公共事業の見直しを提言した。2002年4月には可動石化の完全中止を公約に掲げた大田氏が徳島県知事に就任し、以降の県知事選、徳島市長選とも可動石化を推進する候補は当選していない。ありがとうございます。